大変お忙しい中駆けつけてくださいました。前財務大臣麻生太郎自由民主党副総裁よりご挨拶を頂戴いたします。麻生太郎です。ありがとうございます。いよいよ衆議院の総選挙が開始をされました。なんで参議院は総選挙と言わないんです。衆議院だけ総選挙、都知事選挙でも総選挙は言いません。総選挙というのは衆議院の選挙だけです。なぜならこの衆議院の選挙で皆さんが選ぶのは何か、それは衆議院だけが政権を選択できる選挙だからです。参議院でいくら勝っても政権が変わることはありません。しかし衆議院で政権が変わるのです。我々自由民主党は少なくともこれまで約22年間にわたって政権を担当させていただきました。その間野党になった時代もありましたよ、間違いありません。しかしその頃からちょっと比べてみてください。今長島候補が就職の話をしていましたが、あの10年前、少なくとも皆さん方有効求人倍率、難しい言葉がありますが 0.83 だったんです。民主党政権最後の頃、あの頃は 0.8 台ですよ。何を意味するんです。それは学生さんが100人より出たら雇ってくれる会社は83社しかないということです。今いくらです。安倍政権が政権に復帰してから少なくとも有効求人倍率は1を超えて全47都府県全部1を超えた、すなわち100人出れば110社115社で就職をできるということを意味します。間違いなく求人難になったんじゃないですか。求職難が求人難に変わった、景気は良くなったということを証明しているのではありませんか。今コロナの話がよく出ますが、このコロナも間違いなくつい一月少々前は1日5000人の人がこの東京で感染をしていましたが、今20人30人明らかにコロナの騒ぎは収束に向かいつつあると思っております。コロナというものに対してはなんだかんだ言ってもワクチンだと、このワクチンの接種に徹底して我々は集中される、そういう決断が下ろせるということが政治においてはものすごく大事。その政権が決断を下ろせなければどうなったかと、あの民主党政権の3年半を思い出していただければ結構です。こんな決断が下ろせないのはダメだと言うんで、先行きは暗いと言うんで、株価はどん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 下がって、株は東京証券取引所の平均で8300円まで落ちたんじゃないの。今いくらです。28800円とか、間違いなく2万円も上がってますよ。それは先行きが良くなる、そういうことを期待がある。それは政権が間違いなく確実に経済をやってくれるという期待と、そういうものが重なって株価は上がっていくのです。株が上がったって私が持ってるわけじゃない、私は関係ないじゃないかと、株の持ってない人はどうするんだって、経済を分かっていない記事がよく見ます。そういうことを言う人もいらっしゃいますが、違いますよ。あの頃は10年前の話です。
皆さん方は年金の話をずっとしてたじゃないですか。年金なんて払っても意味がない、あれなくなるんだってそう言っていませんでした？そう書いてありませんでしたか？しかし今年金の話をする人はいない。なぜです？生まれてくる人はどんどん減ったんですよ。昔は1年間で200万人、220万人。しかし今は80万人、85万人ぐらいしか生まれない。生まれてくる人がどんどん少なくなって、皆さん方が元気にしておられるから、そのおかげで高齢者の数はどん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 増えて、高齢者でも元気。私これで81だからね。元気に結構選挙をやれるわけですよ。この階段も上れて、この雨の中、間違いなく日本全国駆け回っても別に言うような私みたいな人も出る。少なくとも今高齢者が増えて若い人が減れば、お金を払う人がどんどん減って、お金を受け取る人がどんどん増える。年金制度が持つわけないでしょうが、昔は12人で1人の高齢者、今は2人で1人の高齢者、そういう比率になってるんですよ。それでも年金制度はできてこの方そこそこ保てている。最大の理由は何です？年金の基金を運用しているという、その運用益によってお金が回っているのです。運用益大きいですよ。あの3年半の悪夢のような時代は間違いなく、あの時代に5兆円年金基金が減ったんです。110兆円まで減ったんだ。今196兆円ぐらいあります。この10年で80兆増えた。最大の理由は何です？株が上がって株の年金の運用金が大きく増えたのが最大の理由です。80兆増えましたから、間違いなく株が上がるということは、間違いなく皆さん方の生活に直結する、あの年金の仕組みに直結している。我々はそういうきちんとした経済を運用しているがゆえに、これまで多くの支援をいただけたんだと思っています。今我々は戦っている、間違いなく政権選択を戦っているわけですから、その相手は共産党と組んで、今立憲共産党、そういうイメージになってませんか？違いますか？立憲共産党になってんじゃないんですか？これが事実でしょ？昨日私は愛知県にいました。愛知県ではトヨタ自動車総連、大きな労働組合ですよ。この自動車総連の古本慎一郎、いい候補者です。我々よく知ってます。この古本、トヨタ自動車、またトヨタ自動車労働組合は共産党と一緒にやるような政権に、そういった政党に我々の候補者を出すわけにいかない、言って古本は辞退し、出馬辞退ですよ。結果的に我々は共産党と戦ってるんであって、その共産党と一緒になるようなことを画策する、そういう政権には我々の代表を送ることはできない、形式だと思いませんか？そこにトヨタの労働組合の人も来てました。トヨタの会社の本社の人も来てました。私どもは別候補者関係ない、全然古本の選挙区じゃない選挙区ではありましたけど、そこにトヨタの人が何人もいる。みんな気持ちは一緒です。今ぜひこの選挙は政権選択の選挙だということをぜひ覚えていただき、中島昭久は自由民主党に来て自由民主党で選挙する、随分今までの選挙が変わったもんだと実感しているはずですよ。私どももいろいろな縁があって、昔から中島昭久が国会議員になる前から私どもよく知っています。慶応大学応援団です。あんまり頭良くないんじゃないかなとよくいびってたもんです。常識なとこです。声が大きいだけじゃ政治がつまらん。内容もきっちり喋れるようにならなきゃ、かつ話すだけじゃダメ。それを実行に移して、法律にして、実行に移して、かつ成果を上げなければ政治家としては
改悪ではダメなんだ、改良、改善になる、いわゆる良くなるいう改革をしなければダメなんだ。そのための法律を作る。いろんな意味で政治家というのは言葉に責任を負ってもらわないかんのだという話を何回もしたことがあります。実行に移すためには政権政党そこに来て一緒にやるべきだという話も何回もしたことがあります。そう言って今長島が来たここにおかげで立たせていただくようなことになりました。どうしても応援に来ればならんと思って今日はここにやってきました。どうか皆さん今回の選挙は政権選択の選挙なんだ、そこだけはぜひ頭に入れていただいて、この選挙を長島昭久に皆さん方の絶対な力を貸してやっていてください。よろしくお願いします。長島昭久頑張ります。ありがとうございました。よろしくお願いします。麻生太郎副総裁誠にありがとうございました。本日はこの雨の中長時間にわたりましてご清聴賜